っていうね、文字工サイダーの届けるものは愛と夢アイドリーイエーイ。それぞれのメンバーがね、アンバサダーを務めているアイドリーの皆さんです。お元気ですか、逃げちゃいますか、ご一緒に最後まで盛り上がってくれました。ジェジュアンシー OK、 コールも OK、 全力で私たちと弾けまくってくれました。
がとうございます。ありがとうございます。はい、私たち北九州のご当地アイドルグループアイテムを届けます。アイドリームです。よろしくお願いします。はい、中学2年生13歳サファイアブルー色担当星野のぞみです。よろしくお願いします。イエーイ。ありがとう。次はアイカ。はい、中学2年生カラール担当みたらし団子の大好きな河本アイカです。よろしくお願いいたします。イエーイ。ありがとう。次はリリア。小学6年生11歳グレープ色担当の音羽リリアです。よろしくお願いします。イエーイ。リリちゃん、修学旅行の次は新婚旅行に行こうね。無理。次はリオ。はい、中学3年生14歳レトロピンクル担当の木崎優です。よろしくお願いします。イエーイ。俺のハンバーレトロピンク最高。ごめん、ちょっとあんま聞き取れなかった。次はマーキー。小学6年生11歳緑色担当の夢の真田です。よろしくお願いします。イエーイ。今日暑いね。暑いね。じゃあ水分補給とかもしっかりしてまだまだ盛り上がっていってください。では残り2曲になりましたが、まだまだ盛り上がっていきますか。え、めっちゃちっちゃくない？え、声出とった？じゃあもう一回行こう。はい、まだまだ盛り上がっていきますか。ありがとうございます。それでは聴いてください。ドリーミングガールズ。世界を捉えろ。
締めの言葉はマネキ。今日も皆さんに愛と夢を届けられましたか。ありがとうございます。これからも皆さんに愛と夢を届けられるように頑張ります。以上、アイドリームでした。ありがとうございました。